朝鮮総督、斎藤実と元旦肺芽式に臨む拳銃券。1931年拳銃券は、朝鮮の軍人、政治家。北青純内閣時代の軍部大臣を最後に、中枢委員顧問に転じ、日本統治時代には、死者区位を送られ、朝鮮貴族に列せられた。陽名は有平、郷は、慶能、本願は、安藤健氏。 1905年の第二次日韓協約に賛同したため、李寛陽や李根沢などと共に、木の富豪族に数えられ休断された。現在の大韓民国でも、朝鮮を大日本帝国に明け渡した地にルパとして起避、されている。県は1854年11月27日に、李氏朝鮮の中西道四銅軍で生まれた。早くから日本語を学んでいた彼は、 日本寄りの政治団体である、開花派に身を置いた。1883年に到来管理書書機関となり、ついで、日本駐在書機関となった。1891年には、二川会館方便となり、同年締結された、オーストリア・ハンガリー帝国との、修行通商条約調印にも携わっている。その後、ハンスンフ・フバンインやフ・政府サン。 教訓院副総裁などを歴任し、1899年には法務大臣に就任した。1904年に大日本帝国とロシア帝国との間で日露戦争が勃発すると、県は日本軍に終始協力的な行動を示した。その結果、日本の勝利に貢献したとして、訓一等随法省を受賞している。1901年からは軍部大臣処理を務めるなど、 軍事分野でも継続的に活動していた。1902年に陸軍武漢学校の校長処理となり、ついで陸軍法院長に就いた。1904年に大官邸国陸軍副省へ昇進。この頃、鉄道院総裁処理も兼ねている。1905年、農商工部大臣であった県は、第二次日韓協約に賛同する立場を取った。これにより、 大韓帝国の外交権は、ほぼ大日本帝国に帰属することとなり、事実上朝鮮は、日本の保護国となった。この時協約に賛同した、県を含めた5人の官僚は、木の富五族として、後世まで寄避されている。1907年には、落地率いる木の富五族暗殺団や、抗原症などによる暗殺未遂にあっている。彼は、軍の部隊に命じ、 これらの反逆を鎮圧した。1908年に、君一等極日大受賞を受賞。1910年に、韓国併合条約が締結されると、県は10月16日に、君一等施釈を除釈され、朝鮮貴族に劣せられた。日本統治時代には、朝鮮総督府中枢院顧問や朝鮮市、編集会顧問を歴任している。1912年に、 韓国併合記念賞を受賞し生5位を、1915年に大正大礼記念賞を受賞し、1918年には14位をジョイされた。1919年の朝鮮総上事件の際に、辞表を提出して、中枢委員顧問を退官したが、その後朝鮮総督、斉藤実に復帰をこい、1925年に朝鮮史編集会顧問の職を得た後、 山梨半蔵総督時代に中枢委員顧問にまた任した。県の借位は息子の県大官が就職した。県は息子の県大官とともに2002年に発表された新日派708人名簿や2008年に民族問題研究所が新日人名辞典に収録するため整理した新日派リストに掲載された。2006年には 新日反民族行為真相究明委員会により選定された日本統治時代初期の新日反民族行為106人名簿にもなお連ねている。2007年には新日反民族行為者財産調査委員会によって県住県と県大館の財産は国家に帰属する決定がなされた。 1960年に行われた朝鮮貴族の子孫の近況取材によると、県の孫にあたる人物は当時古美術協会で働いていることが確認された。758に 991P63978 から 8971990117100P568084 978から8986072037四尺斎藤実伝第2巻 P789-9 2008年4月13日閲覧日程肝心貴族近況ありがとうございます